誰が撃ったのかが重要なのではない。どう働くかが重要なんだ。長曽根小鉄は贋作であることから、次男の橋塚小鉄からは毛嫌いされていると自覚している。だが手合わせの様子から長曽根小鉄自身は橋塚小鉄を嫌っておらず、その腕前を認めている様子。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。